よしおと一緒に小島よしおのスマタイ体操。はい、ホッパッピー、ウェーイ、ピヤ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 。おはようございます、小島よしおです。今日から金曜日までスマタン体操をやっていきますよ。今日は月曜日ということで、名付けてゆらゆら寝起きストレッチをやりたいと思います。イエーイ。まずはですね、周りに物がないかをね確認していただいて、あ、ベッドにいる方はもうそのままで結構ですよ。はい、じゃあこうやってね、仰向けになりましょう。はい、仰向けになりましょう。ね、皆さん、今寝起きだと思うんですけれども、寝ている間っていうのはですね、血流がちょっとね悪くなっちゃってます、起きた状態では。なんでこの血流をいい方向にどんどん流していきたいと思います。やり方は簡単です。両手両足を上に上げて、ゆら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 、これだけですよ、ね、ゆらゆらゆらっと。ちょっとね血流がね悪くなっちゃってるかもしれないんで、このゆらゆらゆらっとやって血流を良くしていきましょう。うん、体の中にある悪いものも流れていくかもしれませんよ。はい、残り5秒前、5、4、3、2、1。はい、 OK、 よくできました。あ、なんか体が軽くなってきた気がしませんか。はい、さあ続いては両手、ね、両手で両膝を抱えていただいて、前後にゆらゆら、卵のようにゆらゆらしてみてください。ゆらゆらっと、ね、ゆりかごを思い出して、なんか、お母さんの中にいる時を思い出すなんていう人もいるかもしれませんね。今つけた方、おはようございます、ね、ゆらゆらストレッチやってます。さあ、そしてだんだん勢いを、ね、つけていただいて、三角座りしますよ、三角。あ、まだだお、まだだ、はい、はい、よくできました。ということで、以上です。どうですか、なんかちょっとすっきりしました。うん、すっきりしてくれたら嬉しいです。というわけで今日も一日、素敵な一日を、せーの、はい、おっぱっぴー。